そかじの久保です。今までね、散々お世話になったこうやってクレジットカードとか、あとね、これはね、キャッシング専用のカードですね。年利が 10% だそうです。まあこういったもの、もう私はね、こういうのいらなくなりましたんで廃棄していこうかと思います。ずっとね、いっぱいカード、本当にね、40〜50枚をずっと併用してたんですけども、でも今は決まったプラチナカード3枚とね、それから1枚の個人用のプラチナカード、この合計4枚で全てやっていけるようになりました。質はすごくいいカードです。で、すぐ上がブラックですんで、私はね、この4枚に、フォーカスすることによって50歳までにブラックカード1枚持たせてもらおうかなと思っております。ちなみにブラックカードってインビテーションいただいて、なることもできるって聞きました。ですんでね、もしね、私をブラックにできる方がいらっしゃいましたら、ブラックカードですよ、カードブラックじゃないですよ、ブラックカードにできる権利をお持ちの方がいらっしゃったら、ご連絡いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。それではね、まずはこのクレストというね、キャッシング専用のカードからハサミを入れていきます。はい、ありがとうございました。今までお世話になりました。で、次がね、この OMC カードですか、 E バンクのカードも使います。これももういらなくなりました、 OMC カード。はい、ありがとうございます。なんとね、ヤマダ電機も行かなくなりました。アマゾンで買い物してますし、ヤマダ電機のポイントじゃなくて T ポイントをいただくためにエディオンの方を使おうかと思っております。まあでもほとんどがね、通販ですね、ヤフーショッピングです。あとアマゾンですかね。本当にヤマダ電機のね、楽しかった、ヤマダ電機もすごく。で、次はね、セゾンカードです。セゾンカードはセゾンのアメックスカードを私作ってますんで、これがプラチナになりましたね。この一般カードはもうすでに使わなくなりました。裏にチューピーマークが書いてますんで、まあチューピー会員っていうことなんですけども、ちょっとここもね、大会します。チューピー君のお店を使うことは結局なかったです。もうどこにあるのかわからないですし、チューピーカード持ってますかって聞かれないからわかんないですよ。で、これからはね、あれ、JAF カードでいきます。はい、でこれは NTT カードですね。これはセルフバックで報酬欲しさに作ったものです。NTT カードは1枚1万円のセルフバック報酬がもらえてました。1回も使わずにセルフバックだけもらって、こうやってね、廃棄します。はい、ありがとうございました。NTT カード。次が、スピリッツ A カードってやつです。これは何に使ってるかわかんない。キャッシングですかね、やっぱりね。スピリッツ A カードね、はい、リボルビング払い専用のキャッシングということでございます。恐ろしいですね。多分 15% から 18% の年利ですよ。なのね、お金借りたらもう返せなくなっちゃう。でもね、そういった高金利の借金に頼らないといけない時期もあったわけなんですよ。じゃあ今日最後、これね、ツタヤカードです。ツタヤも行かなくなりましたね。ということなんで、大会してカードにハサミを入れます。はい、こんな感じですね。はい、で、あとはこの JCB のザ・クラスの紙です。これいたずら紙、いたずらのこれね。はい、じゃあ今回はこれだけカードがバラバラになりました。今回もね、10枚ほどのクレジットカードがゴミになりました。どうもどうも、はい、ありがとうございました。